将棋バズ6球10分切れやっていきたいと思います。今日がですね、まあ、30対局頑張ってやりたいと思うんですけど、今2局目0勝1敗で、相手の負け方ももうボロボロだったんで、反省点としてはまず攻めを意識してからやんないといけなかったんで、とにかくお前が先手だ。相手のランクを自分と同じぐらいか、対局開始、よろしくお願いします。相手が強い、めちゃめちゃ強いっていうので分けていきたいんで、まあ、その中でやっぱ一番ダメなのは、自分が勝たないといけない相手に勝てないっていうのがダメなんで、いや今回は多分相手の方が強いと思うんで、まあ、そういう時に負けないような将棋をするっていうのが大事かなと思っております。ちなみに今回は矢倉を組んでいくんですけど、まあ、狙いとしては土井矢倉ってのがあるんで、ちょっと土井矢倉を体に身に染みつかせたいんで、本当だったらもうちょっと一応なんか現代調のやり方ってのがあるんですか。だからなんかその、まあ、単純に矢倉組むっていうだけじゃなくて、まあ、ちょっと攻めっ気を見せながら今っぽい感じ、まあ、これ土井なんですけど、一応理想形としてはここで歩を上げて銀を上げて桂馬ですかね。でこれで完璧な、でも相手の玉の頃は囲いは何になるんですか。急戦になるのかな、ちょっと分かんないんですけど、ドイヤグラなのに端っこが弱いのに端歩ついていいんかいって、ちょっと僕の中で突っ込みたくはなるんですけど、銀を上げて、うん、とにかく攻めないと意味がないですから、一回端で端から攻めても面白そうですけど、まあ歩打って打たれて打って、まあでもまあやっぱここっすよね。4-5で歩で同歩だったら、ああ来ますか。まあこれ同歩いったけど、ここね8筋が弱くなるんですよ、この土井矢倉は。やってて思うんですけど、ここはぶっちぎってガンっていって、金か銀が来たら歩打って拠点を作るか。まず一番最初に考えるのは、もちろん受けもそうなんですけど、やっぱ攻めであるべきだと思ってるんで、さっきの展開で全く攻めれなかったんで、やっぱそれが良くなかったなと思って、ただここの位をちょっと取らせたくないよな。取って銀でマフ、ただこれ上がっちゃうと横に入ってくる可能性もあるんでね、まあ、その時は銀、どうなんだろう、銀で取って、この場合は歩打ったら相手が、だからまず最初に考えるのは攻めを考えないといけないから、受けを考えよう受けを考えようとしすぎてるんで、攻めの主張点を探すか。もうこれ8、6、銀かできて、同銀、同飛車で突っ込んでくるパターンだと思うので、もうこれはもうしょうがないですよね。あ、隠れくんのか。銀打つか、中入り込まれても、今使った銀、歩打たれて、銀で、まあ、そうっすね、銀を打つのがいいかな。突っ込んで銀かな。ちょっと横に行かれるときついんで、上に銀行かれて、ここ銀だと角、そうっすね、銀、でもそこに銀打っちゃうと角が死んじゃうんで、いやまず考えることは攻めだな。逆転に必要な一手ってやっぱ攻めだと思うんで、7分、確かに薄いですけど、やっぱこういう暴れ方がすごく嫌だと思うんですよ。銀打って銀で上がって、まあこ
ここで銀打って、まあ、同銀桂馬、ここで桂で取ってもいいんですけど、まあ、銀を真ん中に引っ張れるし、ただ相手に桂を出すのは嫌なんですけど、これね、相手も中金を連れ出さしてってのは嫌だと思うんすよね。桂まで取るか、とにかく相手に攻めてプレッシス、攻撃は最大の防御とはよく言ったもんですよ。金で取ったら、金で取ったらどうなるんだ。角を上げて金を寄せるか、金で取るか、金で取ったら銀打たれんのかな。ただ横に逃げて、早逃げするか。でも早逃げは意味ない気がするんで、ちょっと消極的すぎるよな。これはどう玉ってしたら、いや、どう玉というか金で下がり合いのか。そうっすね、やっぱ攻めたいよね。これくらいした方がいいと思う。あまりいい攻めじゃなかったな、確実に。と言いながら、あんまり全然いい攻めじゃない。なんだったら損、駒損した気がしますけど。駒損しましたね。なんか損してるな、さっきから。ただただ損してますよね。5分。銀3枚と桂か、なんか力戦みたいな感じになってますよね。こんな力戦を望んでたわけじゃないのにな。取って金同銀で、2枚、得意の2枚角いくか。描くかな。でも聞いてないもんな。ここに馬作ったところで何の意味もないもんな。ここを剥がす意味があんまないんで、ちょっと微妙っすけど、まあ、これで飛車が逃げてくれたら馬で上がって王手5三かな。5三で行ってここに来てくれたら5三に馬作ろうと思ってたんで、で銀打つか玉が逃げるはないと思うんですよね。だからでここのところで懐に入り込むか、銀桂を打ったらより硬くなるか。微妙だな。ちょっとねせこいことして、いいのかまだ。危な。これ桂で取って金で桂まで上がって金打たれてもディフェンスできるから、角上がりがいいかな。金打たれても
や金打たれた横にちょっと待ってくださいね。ここに金打たれたら逃げれないから、飛車打つか。3分。負けたら意味ないっすから、負けたら意味ないんで、ディフェンスに回ればチャンスはおのずとあるはずなんで、時間がないですけどね。いやこれそこに金で詰みか、いや詰まないか、相手も苦しんでると思うんで、あとは時間っすよね。いやこの粘りが永瀬龍負けない将棋だと思うんで、これはどう金一択かな、どう取ったらどうなんだ、飛車打ってくるか。2分30秒。取ったら飛車打って取ったら金打って飛車で、まあでも取るか、取るしかないよね。ここに金打ったら下がりゃいいし、飛車打ってきても下がりゃいいし、頭に飛車歩で攻めれないんで、それ常に攻めの一手は考えとかないといけないんで、ここをいじめていきたいんですよね。寄せるか、正しいのかな。お前の負けだ。打たれたら終わりじゃない。だよね。ああ、連敗だ。しかもまあ、多分同じぐらい。さあ感想戦やっていきましょう。先手番を取って、まあドイヤグラを目指すっていう形だったんですけど。まっすぐ組むっていうよりはやっぱ 2筋を先にちょっと攻めて、まあ、このタイミングでも遅かったと思うんですよ。もっと早くに2筋を攻めて、でそっからドイヤグラ組むっていうのが良かったのかなと思って、序盤の駒組みみたいな形でやったのはこの9、良かったのはいいんですけど、まあ結構我慢の展開で積極的に攻めていこうってのがあったんですけど、ここがやっぱり悪かったかな。なるほどね、角でここでこう上がって飛車をとがめるってのが良かったってことか。で歩打って入って、結局この2筋8筋ですかね、8筋からのケアをちゃんと考えとかないと、まあこういう展開になるのかなって感じですよね。結構我慢ができてなかったかなと思って、攻めるのはいいんですけどちょっと無理筋じゃないですけど、もうちょっと考え方を変えていかないと根本的にはいけない気がしますね。まあ相手のミスもあってちょっとこっちに勝ちが入ったかなって瞬間があったと思うんですけど、なんかそこをうまく叩くのか。いやまあだいぶ戦いやすいっすよね。本筋はこれ銀打って、ここは良くなかったっすよね。やっぱここ銀じゃなくて歩打って同桂同桂だったら、まあここで突っ込んでいくとかだったらまだ良かったんでしょうけど、正直駒ど、まあ相手も結構ミスがあったと思うんですけど、まあそれ以上に自分の
ミスが良くなかったかなとは思うんですけど、まあ、ここの飛車もあーなるほどね、せめて王手かけてこれでやればディフェンスできたってことか。うーん、見込みが甘いっすね本当に。こう考えたらもっといい形で戦えるんですけど。永瀬流将棋トレーニング1日30対局チャレンジ3局目でございます。0勝2敗、しかも相手はそうですね、自分と同じぐらいの気力の方だったと思うんで、自分より強いとかもうめちゃめちゃ強い、お前が信じた、一気には負けてもしょうがないと思うんですけど、対局開始お願いします。自分と同じぐらいの棋士にはやっぱ勝たないとダメですよね。今回も矢倉でございます。でずっとドイヤグロやってるんですけど、もうずっとドイヤグロして、まあでもこの形勢判断で見るとドイヤグラして序盤の駒組みのやり方は悪くないんで、途中で自分が転がってるだけなんで、陣形にケチをつけるのはオカド違いだなって僕は思ってるんで、まずドイヤグラの形を組んで、相手のこの主張点のある攻めっていいですよね。じゃあこっちも主張点出していきますか。とにかく考えに考えて、これはどういう主張点があるのかな。突っ込んでいきますか。矢倉組む言うてたやんけって話になって、ああなるほど、ダイレクト向かい飛車的なやつですか。だったらこっちもフール回と、これで取ったらこう入ってこられるんですよね。ダイレクト向かい飛車の場合ってどうすべきなんですかね。対応が分かんねえな。矢倉組んで玉逃がして、中飛車から突っ込んでいくパターンか、それともまあ銀上げて歩取らして固めていく方がいいのか、まあちょっと未知なる局面ですけど、未知なる局面でこそワクワクするべきでしょう。おーすごいっすね、全振りじゃないですか、エネルギーを。なるほどね、攻めには攻めでいかないといけないから、あ振ってただ歩を取らせた後相手の出足が鈍るから、そこをどう突くかですよね。もう突いときますか。でこれで歩ができたら相手の飛車の動きが止まるんで、で銀を上げて主張点を出していきますか。相手の歩が逆に飛車の動きを悪くしてると思うんで、でこれはそうっすね、こっちになられても別に、まあ、怖くないっちゃ怖くないんで、ちょっと棒銀みたいな形出しといて、これは取ったら裏に歩打たれんのか。でも取るしかないっすよね。なんかこう相手がやったことないことしてくるから、俺のドイヤグラー的な、ちょっともし右のこっちの攻めの方で止まるんだったら矢倉組みたいですね。でもこの知らん展開というか、こういうのでワクワクしたいんでですよね。これで桂馬取ったら同桂で来るんですけど、別にこの歩が鳴ったところで飛車で取りゃいいだけですから、別にこれは何も怖くないんじゃないかいと思ってるんで、むしろ相手が歩打たれたらここに歩打たれるのは嫌なんじゃないですか。矢倉組みたいんですけどね、ちょっと僕の中でまあいろいろあるんですけど、飛車を狙いたいわけですね。ただ桂馬取ってで成って横にずれればいいだけだから、まあ桂馬はいつでも取れるんで、こういうことしますか。特に咎める手ってやつだと思うんですけど、別にこれは
あーでも中に入り込まれて、馬を作られるのか、そういうことですね。あんま深く考えてなかった。で馬作られるわけですね。でここしっかりと対応しないと7分ボロボロに行かれるわけか。で元に戻るかな。僕はおバカさんだからよくわかんないんだけど、ちょっとね、これは相手が気づいているのか、まあ、気づいてたか。この取り方異曲なんでね、俺の矢倉長い玉ですけど、読むか。まあ意地でも相手は多分飛車狙ってくると思うんですよ。だから相手が攻めてくる前にもう2一飛車って打っとくべきですよね。これね、銀を取らしたら王手だから桂馬は取らしていいと思うんで、ただこの王手銀取りを早々と回避する方法が、そうっすね、まあ、上がるか。一応防ぎますか。もう馬作られていくのはしょうがないと思うんで、いやずっと守ってたらダメだから、攻めこれを取ったらどうなるんだ。これを取ったら香車打たれるのか。強者を打たれても横にずれたら、ああ、咎められるわけですね。取って、強者を打たれて横にずれるのか。そうだな。攻めたいけど、なんか攻防一体の手が思いつきゃいいっすけどね。飛車は捨てていいと思ってるんで、5分相手は飛車取られたから向きになって取りに来てるだけでしょうぐらいの形で僕は思ってるんで、それはそれで別にいいんじゃねって思ったりはしてるんですけど、ずれるのは銀打たれて嫌ですから、横にずれるよりは金を上げてそこに銀打たれたらずれるか。金上げて多分よそこ5九に銀打たれて、まあ5九銀はいいのか、別に同銀で。ここで飛車取ってで金打たれてとかしてもまあ守れますよね。上がっていけば、銀は渡したくないなけど、やっぱ攻めっ気出さないといけないんで、攻めと守りのね
二重構造で。しかもこれで3の位のところをディフェンスできるんで、角2枚あんのか。ちょっとね、もう攻めていかないと。いい加減。詰まされちゃうのにね。逃げ道欲しいよな。逃げ道作っときますか。弓作っといてよかったけど、まだ懸念材料は多いですよね。いつもここで大事に行こうとしすぎてて失敗するんで、こうもう大胆に大胆に行くべきですよね。銀打って3分角2枚して、もうあとはゴリ押すか。こうが止まるんで、自分の中で絶対にやめちゃいけないことは、これは下げてもいいかな。下げていいですよね。むしろ取られると嫌だから。銀打ってあとは突っ込む。ここで2分30秒上がって上がってなんで、もう行くか、どっちが早いか問題です。あとはどっちが早いか問題ですね。詰めろ。そういう風に来ますよね。2分。角2枚額がなんか無駄になってるな。金打って引っ張ってきて飛車打っちゃいのかい。合ってますね。銀打って引っ張ってきて飛車打ったら、あ、下がられんのか。1分30秒。めんどくさいっちゃめんどくさいな。
考えすぎか。ルーズ。うわ。全然。さあ感想戦やっていきましょう。まあ最後の方は、まあ自分が苦しい展開もあったと思うんですけど、このダイレクト向かい飛車ってやつですか。ここね、取るかどうかって分かんなくて取ったんですけど、良かったのは取らずに向かい飛車で迎えるパターンが良かったわけですね。桂まで取って取って角で行って桂まで咎めてか。いやーこれ嫉妬感と無理ですよね。結局取っちゃって裏にして結構序盤から苦しい展開が続いてて馬作られたし、苦しかったんですよね、ずっと。まあ飛車取れたのは良かったんですけど、結局ここできつく咎められて、ここも桂馬じゃなくてそうね、飛車で上がって取らせてって展開の方が良かったですよね。で途中から、まあ、自分のいい展開に持っていけたかなと思ったんですけど、最後なんでこんな負け方したのっていうレベルの負け方だったなと思って、この受け方は何が正しかったんかな。あ、もう攻め切っちゃえってことか。いや、ほんと詰めるだけですよね。あ、もこの状態で詰めろはかかってたわけですよね。飛車を打って逃がして竜で詰めて、詰めろはかかったわけですよね。いやー、なんでこんなんができないんかな。まあ、それが自分の実力なんでしょうけど。永瀬拓矢流将棋トレーニング30対局1日頑張ろう4局目でございます。10分切れ6球なんですけど、3連敗です。で、負け方もこの同じぐらいの相手、ちょっと強いな、すごく強いなっていうランクに僕の中で分けて、で3連敗とも3回とも負けて、全部勝たないといけなかった相手だと思うんですけど、それ全部負けて、ちょっと苦しいんですけど、お前が、ね、苦しい時こそどういう風に立ち上がるかっていうのが勝利だと思うので、よろしくお願いします。今回もヤグラでいきたいと思います。ずっと今日ドイヤグラってのをしてて、でもしここで一手損角換わり的なのをしてくるんだったら、ちょっと対応を考えようかなとは思ってたんですけど、あ、やった。あー、まただ。いつもやるやつですわ。もう心が折れる、折れるやつですね。やったわ、またやった。ああ、もう、いや、だけど苦しいけど、本当不調の時ってこんなもんだと思うんですよ。自分の実力から考えても、こういう時にどういう将棋をさせるかってのが試されるとこなんで、こっから挽回するチャンスはまだあると思うんで、もう形勢としては多分もう3000とか0マイナスだと思うんですけど、ちょっと棒銀絡めたりとかして、こっちのカニがこいで頑張っていかないと。やっぱ調子いい時と調子悪い時ではあるんでね。まあこれ4連敗濃厚ですけど、ちょっと頑張ります。そうね、この相手の飛車先でつっついてくるのをどう受け止めるかですよね。でもやらんとしゃあないですから、なんか勝手な駒落ちみたいになってるんで、やらんとしゃあないですよね。これは相手の角打ちもあるんで、角桂強者あるんで、ちょっとそこはね。だけど頑張る。なんか2枚落ち、大して強くないのにいきなり2枚落ちみたいな形になってるんですけど、ちょっと棒銀で、で棒銀プラスまあ桂馬も合わせてですね。だから相手も
角打つタイミングは見計らってると思うんですよ。だから5五角でここ、行くっきゃないっすよね。ここで上がっていくと5五角で、まあ、桂馬と飛車いじめてくると思うんですよ。これ取ってよっしゃーって言って銀で上がると5五角打たれて、でそれでごちゃごちゃってなるんで、そこをねどうしようかって思ってるんですよね。ちょっと筋を変えるべきなんで、本当だったらこれ銀で上がるべきなんですけど、でもそしたら5五角でもうほぼ角で行かれるんで、ここの場合だったらそうっすね、歩銀で行って同銀歩、自分が苦しい展開なんで、そんな悠長に構えてる場合じゃねえだろと思うんで、もう実力差というかそこは出てますから、もう多少無理攻めというか強引に攻めていかないと、そのまっとうな平手打ちとかじゃなくて2枚落ち3枚落ち、そっちに行ってくれるんだったら、あこれ銀で曲がっとくべきだったな。もうミスれないのにミスっちゃってるのが痛いっすよね。ミスれないのに相手に対してね、申し訳ない、弱すぎて。だけどベストは尽くす、読むのはやめない。あ5五角が有力だと思うんですけど、香車か、歩で受けてもいいんですよね。歩で受けて銀で下がるか、まあこれで5五香、5五角が来た時に銀を下げるか、5五角香、それか3六角桂とか、3六桂もありそうですよね。まあどっちにしても飛車いじめてくると思うんで、桂まで来るか、その時ね、だからまあもう香車捨てるのはしゃあないんで、3筋に飛車回す、まあこう来ますよね。これは分かってたことなんで、あもう銀下げるっきゃないっすよね。でこれで3七桂っていうのは潰せたと思う。3、あ違う、3六か、これは取っていいんですよね。取っていいんですよね。何にそんなに怯えてるのかって言われますけど、ふんどしの桂か、まあ、突っ込むっきゃないっすよね。歩打たれて、歩打たれたら横で桂馬取れゃいいんで、で、歩打ってきたら下がるか、角か、銀で上げてプレッシャーかけてもいいっすよね。そっか、桂馬打って、桂馬は微妙だな。いやちょっとプレッシャーかけよう。もう開き直って突っ込むしかないっすから、そりゃ拠点は残したいんだよな。焦点は残したいんですよ。焦点を残すかっすよね。いいっすね、これは焦点が残せてるんで。飛車引くか、引きたくないな。角取って7分、どう打つのが正解かが読めないな。角取って同歩同銀、角取って同歩ってなった時に角を4一に打って香車打ったところで
横に連れられて意味ない。あでもまあ面白いっちゃ面白いか。うん、ちょっとね味のあるというか、ここは分かってるんで、こうなった時に同玉ですよね。でこれで香車を4二に打ったらどうだいと。ここでどうなるんだいってちょっと思ってて、で同銀ですよね。上がんのか、上がるか。じゃあ一応ここに主張点作っといて、ただこっかあー終わりだ、終わりですね。これほっといてくれますか、桂馬で。うん、今のここの来てのミスは痛いな。いやでもここ主張点また作れましたよ。主張点主張点うるさいですけど、主張点主張点うるさいけど、うん、主張点主張点うるさいですけど、うん、でもまあ欲しいよね。あでも今のこれ出ると相手にプレッシャーがなくなっちゃったから良くなかったかもしれないな。まあまた主張点作り直しだな。もう攻めた、攻め、もう君のターンは終わりだよスタイルされそうですね。もう君のターンは終わりだよクラッシュされますよ。攻撃の駒がないんですよね相手は。意外と積むのは大変なんじゃないかい。うーん、馬でこっち来るか、でも銀で成って7八銀成同金同角同馬。もしかしたら飛車がそっぽ向いて1級のところで香車を取りに行くかもしれないですね。ああそういう形か。5分。銀で上に上がるか。あんまり銀が上に向いてもディフェンス力は変わんないんじゃないかなと思ってるんですけど、うーん、ただ持ち駒がないんでね、与えられたことでやるしかないんですけど、あとは飛車が突っ込んでくるのが、これもらったところでどうすんねって話ですけど、あこれだよな。でももう自陣のところに打ち込んで何が、あ今の桂馬のところ、いやでもそうか、銀でもうな強者なりにもう詰んでますよね。同銀悔しいじゃろ、この悔し涙を力に変えるんじゃ。粘った方が、もう最初ボロボロだった。さあ感想戦やっていきましょう。
いつもやるこの角交換パターンでしてからなぜか銀がこのそっぽ向いていかれるっていうね、このな謎理論ね、いつもやる。金は横に正言うてんのに、もう正直この時点でもう終わってたんで、まあそんな中でもこう、まあ、粘りというかやりたいこと、やりたいことじゃないですけど、まあこっち銀で上がって、そうですね、まあなんとちょこちょこ頑張ったところはあったかなと思うんですけど、でもやっぱ攻めのところでももうちょっとうまくやれればよかったですよね。ここで銀で上がるじゃなくて桂でいっとけばもうちょっと確かに面白い展開にはなってたかもしれないですよね。苦しい展開ながらでも、まあ、この角4一よりは確かにこっちにしててから睨み利かしてた方が良かったか。結局でも取られるけど、そうですね、まあどっちにしても苦しい展開だったってのはきつかったですけど、ずっとこう考える思考ができながらやったってのはまあ自分のプラスになるかな。